京セラディーグの i s w 1 1 k ディーグの ISW11K は京セラによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで c d m a 1 x w i n 及び YMAX 対応アンドロイド搭載ストレート型スマートフォンである製造型版は G11 京セラとしては 初となるアンドロイド搭載スマートフォンで、国産のスマートフォンとしては、初めて i m a x に対応したモデルである。なお、d i g グ o とはポルトガル語で、価値のある、に優れるといった意味である。海外で、アンドロイド端末を発売している京セラが、国内向けに新規開発した端末である。ディスプレイは、UKL を採用しており、IPX5、7等級の防水仕様や、 ワンセグやお財布携帯、赤外線通信などの国内向けの機能を多数搭載している。また、京セラ製フィーチャーフォンでおなじみのすぐ文字機能が用意されており、Gmail や Facebook などの投稿に利用できる。3.5mm ステレオイヤホンジャックは採用されておらず、別途マイクロ USB 端子に接続するステレオイヤホン用変換アダプター。 もしくはステレオイヤー本体応ブルートゥースレシーバーを使用する必要がある。2011年12月現在、au 向けスマートフォンとしては、最薄部の奥行きが約 6.7mm である富士通、東芝モバイルコミュニケーションズ製のアローズ ES 水12階に、ついで、本体の奥行きが薄い。2011年12月28日に開始した。 モバイルワイマ m a x における 64QAM による上り最大 15.4Mbps の通信に対応。PC 向けウェブブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。2011年11月29日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。 2011年12月21日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。ただしシステム強制終了等の問題発覚のため12月22日に一旦本アップ、その後本アップデートによるシステム強制終了に対する修正パッチを適用したものが2012年2月2日に改めて公開されている。ありがとうございます。